藤大臣ご到着でございますので、開会にあたってご挨拶をいただきたいと思います。それでは遅れまして申し訳ありませんでした。そして私先生方お忙しい中ですね、本当にこの頻度を上げた会議の中で素晴らしい資料をまとめていただきました。またそれぞれの分野において各部2回におきましてですね、画期的なご提案も含めて精力的にご活用いただきましたことをお礼申し上げたいと思います。今日は取りまとめということでですね、これらのご提言を踏まえまして、いかにそれを政府の成長戦略や IT 戦略に乗せていくか、合わせてこれを26年度の概算要求の中に反映させていくか、こういうことになると思います。でこれはもうすでにご存知だと思いますけれども、今回の日本最高戦略、それから骨太の方針、それから IT 戦略ですね、こういったところに私たち この先生方が出していただいたこの提案がですね、もうかなりの部分盛り込まれているということであります。ですから私のこれからのキーワードはこの実践とスピードだということであります。このスピードを上げていかに実行していくかということだと思います。で、合わせて大事なのは今回の新しい概念を、入れていただいたと思っています。物事を進めるにあたって全て決めた上でその枠に入ってくるかどうかではなくて、まず環境舞台を作ってですね、仕事をするそのステージを作った上で、そこからいろんな提案を常時受け入れつつ柔軟に対応していく、変化していく、こういう試みをご提案いただいたと思っています。ですから ICT の この進め方が、次 の, このステージに上がったんじゃないかなというふうに私は個人的に感じておりまして、それをぜひ実現させていきたいというふうに思っておりますので、また引き続きましてですね、報告書の方は取りまとめをさせていただきますが、活動はこれからも続くわけでありますので、引き続きまたこれは工夫をいたしますけれども、ご相談させていただいた上でですね、これをフォローアップしたり、それからチェックをしたり評価をしたりということが必要だと思いますので、またそちらの方でもご協力を賜りたいというふうに思います。あらかじめ申し上げておきますが、今日は私全部聞きたいんですけど、ちょっと時間が申し訳ないことに、ちょうどこの会期末を踏まえていろいろと調整しなくちゃいけないことがあるんですから、あまり長くいられないので先にお詫び申し上げますが、本当に皆さんの方がお世話になっております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。